はい、アラチです。今日も一日のんのんでビタ外してワクワクだらけでいきましょう。今日はね、ちょっとふと思ったんですけど、最近ニュースであれじゃないですか、高齢ドライバーが事故をいっぱい起こして、免許返納するのかしねえのかみたいな、よくやってんじゃないですか。で、見てて思ったんですね。いや、それでね、このなんかね、感動の動画だとか言って、ネクスコ東日本製作の高齢ドライバーが卒業式みたいなので、なんか高齢ドライバーのおじいちゃんがおばあちゃんと一緒に最後のドライブ旅行に出て、そのドライブ旅行が終わったところで、なんか家族がわーって出迎えてきて、おじいちゃん卒業おめでとうみたいな、免許返納しましょうみたいな、感動だとかで流してんだけど、もう見てて怖くて、なんかさ、お年寄りにさ、なんか若干死ねって言ってるのと同じような気がして、まあそれは死ねはオーバーだけども、なんで免許返納するんだよ。返納なんかしなくたっていいじゃねえかよ。なんかさ、この感じわかる？なんか生きる権利を剥ぎ取られるみたいな感じじゃん。自分の持ってる権利を剥ぎ取られるみたいな感じしない？なんかわかんないけどさ、あなた、そうですね、ちょっと右腕が最近言うこと聞かないですね、思い通りに動かなくなりましたね、うん、わかりました、もう右腕切りましょうって言ってるのと一緒じゃない？ねえ、なんで車運転しちゃ免許取り上げるんだよ。自分の持っている機能を消されるみたいな感じだよね。なんかさ、よくわかんない、例えが違うけどさ、ある日ってわかんないけど、脊椎損傷しちゃって車椅子になっちゃうみたいなさ、それと近い感覚ない？頑張って人生長いこと頑張ったお年寄りにさ、免許取り上げるってどういうことだよ。と言いながらも、その高齢ドライバーが事故起こすっていうの現象はもちろんあるから、俺が言いたいのは思うわけよ。取り上げるんじゃなくて、運転しないっていう選択を自分でしてもらえばいいじゃん。これ良くない？俺は免許、俺はもうちょっともう高齢だと、ちょっと足元のエンジンブレーキも若干怪しくなってるかもしんねえと。かといって免許を返納するのは、俺の持っていた生きる権利を一つ剥ぎ取られるみたいで嫌じゃん。だから免許は持ってるけど、もう運転はしませんって本人が決断すればいいじゃん。宣言すればいいじゃん。それがいいじゃん。外部の力で無理やり拘束されるんじゃなくて、自らの意思で選択するんだよ。この大きな違いだよね。大きな違いだよね。だからなんかワイドショーとかでさ、免許返納をどうおじいちゃんに切り出すかみたいな、どう説得するかみたいなこと言ってんだけど、返納なんかしなくたっていいんだよ別に。運転しないって決めればいいんだよ。自らの意思で運転しないって決めればいいんだよ。この違いわかるよね。俺はものすごいなんかそこがおかしいなと思って。例えばさ、さっきのさ、まあ、変な例えで悪いけどさ、脊椎損傷しちゃって車椅子になるのと、俺は今日からもう歩かない車椅子の生活にするって決めたのは違うじゃん。なんかそんな人はいねえかもしんねえけど、なんか思いました。外からの外圧で生活とか権利を剥奪抑圧されるんじゃなくて、自らの意思で選択しようぜっていうふうに思います、ね。まあ、あとは山の中でなかなか買い物にも行かなくて車がないと生活できないみたいなのもあるからさ、まあ、それは国のなんか大切だよ、大変だと思うよ。その何歳以上で車運転しないって宣言したら、ね、タクシーで払うとかしないけどさ、まあ、そんな偉い人が考えてくれる国の。でもいずれにしても繰り返しになるけど、他人から強制されるんじゃなくて自分で選択しようぜ。結果起きることは一緒でも全然違うから、この違い、この違い分かるよね。共有してもらえたでしょうか、みたいなことを思いました。よし、行こう。自分で決めていこう。自分の人生を自分の手に取り戻す戦いだって俺はいつも言ってんじゃん。脱奴隷だよ、それがね。やっていきたいと思います。頑張っていきましょう。私でした。